豊見橋は、日本橋側に架かる橋で、北岸の東京都中央区日本橋箱崎町と南岸の中央区新川一丁目を結ぶ。日本橋側が隅田川に流入する川口部に位置し、1927年に震災復興橋として仮設された。中央区豊見町は、元橋とは3キロメートル以上離れており、直接の関係はない。 日本橋側の第一橋梁である。はしごを横にしたような構造は、フィーレンディール橋と呼ばれ、永代橋との景観上のバランスを考慮して、設計された。シンプルなデザインの中に秒止め形式という古い、形態を残し、重量感のある、鉄骨橋梁の代表例として貴重である。現在は全体を白色に塗装してある。中央区民有形文化財。 夕刻からは白っぽいオレンジ色にライトアップされ隠れた夜景スポットである。たびたびドラマの撮影に使われる。この場所に最初に橋が架けられたのは江戸時代の中期1698年とされる。北爪には選手番所が置かれ諸国海戦が往来する江戸水運の要所に一致していた。菓には土蔵が立ち並び、 陸揚げされたニダが行き交う活気に満ちた界隈であった。また、キラ庭への打ち入りを果たした赤楼氏は、英代京で大川を渡った後、この橋を経て、千学寺を目指したと伝えられる。乙女橋とも呼ばれていた。その後、幾度かの落橋、消失、再開を経て、1903年1月に、長22件幅島の下地、四季プラットトラス橋が架けられ、 初めて撤去家。1923年の関東大震災で落橋し、震災復興協梁としての現在の姿に至る、出展土木図書館協梁史年表。ありがとうございます。